五は考え方の幅が広がると一層楽しくなりますでは引き続いて勉強していきましょう味方の石の強弱を正しく判断せよ左上隅黒がかかった局面です 次の一手、あなたの第一感は。多いですね、星がね。あはい。え、これは。えっと、アマチュア。五段同士の五になります。あ、そうですか。はい。白は星と項目。 黒は三連星の布石です。白はかかっていきました。まああのいろいろあるとこなんですがね。はい。うん。まあこれも多いですね。あとはまあこうあ一見に受ける一見ですね。はい、これもまあ落ち着いた手なんですが。はい。まあ積極的ですか。あ、うんえ。白はこうああけつけますか。はい。うん

長く続けないというそういう手ですね。はい。で、まあこうあとはつなぎですね。こちらへ。そうそうそう。つなぎもまあ二つ、二つあるんです。で、こちらへつぐ方が強いんです。そうですね。ただし、えここがですね。はい。え白がおりますのでね。はい。え白がおりますのであまり強いのもね。

こうね勢いのある手なんですがね中央にこう向いてるという,そうことですね後ろがね、はいえー、白がおりますのでね、はい、あまりそういうふうに勢いを張っても効果は今一つかもしれませんねあはいは、うん、っきりですか,なんか一目そうですねまあまあ普通の 形ですね。で黒はこちらへ。それはあの結構大事な手ですね。この一段の黒の根拠という意味でね。いいところなんです。白はこう受けました。まあそんなもんですね。で黒はこちらへ。ああ。それね、あの。うん、普通なんですか少しこの白がですね。え。 まあ目は大丈夫なんですけども一つね、はい、あそこへこすみつけられると目を脅かすという意味ですね、はいえー、これ手抜きは羽が厳しいんです次にこの手がそうそうそう羽ってこうなってこういうふうにやりましてねはい、えーはい、そうそうこれで一応目がなくなるんですはいですから、えー、まあ白は,はまあこんなもんでしょうねはい、えー、でまあこういうふうにやって 一つこう効かし効、えー、かしでしょうね、はいえー。まあ線の高いところと線の低いところですから、だいたい無駄はないですね。はい。実線はこう、あ一軒ですか。<っ> <laughs> 白はこう中央へ二軒飛びで逃げ出したという感じでしょうか。ははははうこの白はですね。え 要するに、生きてるということが非常に大事なんです。はい。ですから、あの、どん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 ね。<っ>この白が、こういうふうに発展していくというね。はい、そういう性質の意志ではないですからね。はい。だから、まず攻められないように。<っ>えー、こちらへ行きましてね。はい。根拠も、そこで作ってしま。そうそう、もう、もう絶対、<ー>絶対の根拠ですね。はい。まあ、字も大きいんですよね。え。こう、例えば、こう。例えばね。 あのある石ですから囲まれてもねそれは単に要はここの打ちだけなんですここに石がきますと当然白はねまあまあこっち方面にいきましてこちらは手縫いでしまこうですか。でまあこういうふうに展開してましてね。でここの厚みに対してですね白はこちら側で対抗するという感じ。 ね、はい。ですから、あまり。この石が活躍することは。白にとっては、あんまり良くないんですね。はい。こう、実戦はこう二間に飛んでしまったんですね。<ー>黒はと、けました、うん。いいかどうか、難しい。ですよね。はい。あの。ここに石が来ると、これが強くなりますんでね。はい、うん。ただし。 黒の方はこれでも、まだううう。あ、そこが。うん、これ急所ですね。はい、えー。無駄がないです。少し硬い、硬めですけどね。はい。うん、で、こちらの係りになりましたははは。まあ、係りも。いいとこですがね。まあまあ。締まる。うん。こうでしょうか。そうそうそう。はい。一に空き隅、二に。係とか言いますのでね。はい。<laughs> はい まあしかし最近ね現代のご少し変わってきましたがはい、うん、で苦労がかかりました<ー>でここでテーマ図にもなってるんですけれども、はい、えっと実践はこうつけたん、ね、つけですはいこれはまあ難しいんですがねあの<え>語はその局面が進みますとねはいその価値のある場所がだん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 こう変化してくるんですはいで えー、ある程度、まあ、ここの形が、まあ、半ば決まりましたね。はい、でここが、まあ、少し決まってますね。はい、そうしますとねあの、まあ、分かりやすく言うと<え>こう中央の価値がだん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 こう落ちてくるんです。はい、で、えー、現実的な話ですね例えば隅<え>であるとかね、はい、はっきりしたらその実質が優先。 されるようにまあなってくる。んですよね。はい。で、この雰囲気はですね。えー、ここをこうね、はい。盛り上げようという雰囲気なんですが、えー、司法の情勢がね、はい。ちょっと決まりつつあるので、うん、ちょっと時期としてはこの場合はつけるところが少ないかもしれませんね。はい、はい。ということは、うん、え、例えばまあ下つけるとか、まあこういうふうに挟むとかね、はい。下つけると挟む。 そそうそう、はい、まあこちらがこの形ですからね挟む方が普通かもしれませんねこの後の変化はあとはねまあ<っ>いろいろあるんですがまあえー、代表選手がまあそう,そうですねはい、うん、まあも2通りありますが、まあ、例えば跳ねてえ<っ>、えー、引きの真っ掛け継ぎ、はい、こうですね。うんどうやん こうんまあ手抜きもありますがまあまあまあ例えば押して切りそう,そうでまあ白はまあこちらに回るという。あうそちらへ展開してしまうわけですねそうですね。 ここはもう一段落。一段落でしょうね。まあ後にこう、継ぐ手がね、また大きな手ですがね。まあ、まだ少しね、先の話ですね。はい。実践ここで白はツけになりました。はい。で、黒は。一番まあ自然な手ですね、羽はね。はい。で、駆けつきですか。はい、駆けつき。 ですからこの形あの、えー、白も黒もね、はい、いくらかこう時代のずれといいますかねえ<っ>、えー、少しあのこういう形がですね出来上がる前であれば非常にあこれも考えそそうそう,そういい手なんですがっやっぱりこういうものが出来上がりますとね、はい、やはりその少しこの価値のあるものが変わって。 変わりますでね今はねハネじゃなくてこういう手の方がねまあまあ引きぐらいですかでまあ伸びましてねまあ押しぐらいですか伸びてまあハネこれ大きいですからね。でまあ引きですね。 もうちょっとまあかけーか下がるかね<え>難しいですがまあ下がりと見ましてね、はい、で黒はここへこうあこちらへそうそうこれがまあ一見の一番のねはいえ泣きです、ね、こういうあの現実的な話の方が黒はよろしいでしょうね。ははい、うんはいえ実践ですこうね 受け継いだこの定石になりました。で、引きですね。はい。そうですね。うん、で、黒はこちらへ。あ付けはね、はい、あの、うつ、ん、けるというのはですね。はい 使う場所が難しいんですけども、これはあの意味としては割合軽いんです。はい。軽い意味なんです。つける手がですかえつける手は軽いんです。はい。で、えー、一番よく使いますのはね、つけることによってここではないんです。はい、要するに何か他の他にですね、何かやろうとしたときに。 ちょっとこちらから持っていくとかね。はい。そういう場合に使いますが、ええ、これは違いますね。ここの黒が強くなって。はい。この一間というのは、まあ、裾が弱いですよね。はい。だから、ここはこうじゃなくて、黙ってね。こう。そうそうそう。ええ。こうやって。はい。えここを伺うというね。はい。伺って。ええ。うまくいけば、この白をね。ええ、攻めようというね。ええ。 そんな雰囲気でおやりになる方がいいです。はい、これをつけというのは当たりは厳しいですが、白に受けられると、はいえー、白を固めることになりますんでね。実践はこう切ったんですね。えー、で、はましたそうですね。<え>これ継がれてると悪いでしょうね。実践はき、えー、切るはねんあんまり意味がないんですよね。これこちらが強いですからね。

ええ、形、硬くなってますんでね。くくということですかそうそう。もともとこの黒は強かったでしょはい。で、強い黒がさらに強くなるということはあんまり意味がないんですよね。はい、でも、ひょっとすれば弱くなる可能性のあった白が強くなっ。強くなったというのは非常に大きいですからね。ええ、実践はこう、つけて。これはもったいないですよね。 白を固めてしまうんですね。白は濃き。切ああ、綺麗ね。はい、うん。ですからあの味をつけるぐらいの感じでね。はい、えー。やめると面白いですよ。えー、ですからここでこう突入ましてね。一つだけ切って結構です。そうそう,そうそうそう。ここああ。で、まあ例えば、はい、まあまあ横へね。えー。で、やめる。 ああんまりここはね、はい、あまり長いしない方がいいですねここに一つだけこうそ,うそ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 う,そう、はい、でまあやはりこちらがあですかはいこれねこうですかそう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 ,そう実際はこうああ後ろですかはい。これはねうん、非常に危険ですよねこう後ろの黒が強いですからねえ そこで戦ってははまず、えー、白の方に勝ち目はないでですすかかかららね、はいいい、えー、いくらか無謀なな戦戦戦じゃ実になりましたけども、うん、まあ, <laughs>、えー、あ,あそ,うですそれはしかしもう一つ。 まあ伸びぐらいここはちょっと動けませんのでね。はい。そうそうこうってこうやってるぐらいの方がそうそうそうこの方がねですか？はい。抑えが先手になりませんのでね。手が抜けるんですね。そう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 ちょっとねこちら側の方が白はよろしいですね。実線はここでこうすぐにこれはねあってて。 うん、もう一つ。打たれますのでね。うん、そうそうそう。これはね、あの、えー、上も止まりましたしね。はい。この二目が。少し取り込まれる持ち込みの雰囲気ありますからね。えー。うん。ちょっと白が辛いかもしれませんね。で。あ<ー>こ,こへ飛びました。そうですね。はい。大きいことはいいことですけどね。え<っ>。ここがね。はい、非常にあの。<laughs> えー、危なっかしいというか、えー、あそうなんです,かそうですね普通の危なっかしさではないですね、えー、こうダメがこうビシッと積んでますからね、はい、こういうところはあのー、まあこの辺りへねここへそう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 打ってましてね、はい、いやこれここが止まりましたからねこれ結構大きな地になりそうなんですよね。ここに あるよりもねあの見かけ倒しですねこれねえどどかこの辺りり来られるとひょっとすると黒の方が危ないですねここへしっかりとこう守っていくのが良かったんですねはいえ黒の実践はここへ二軒へですかはいで白のここ二軒あ 両挟みになりました。両挟みですね、はい、あの。うん。生木ぐらいね。ぼ、はい、かした子ではよくやりますが。はい、えー。近い子ではね。<え>うん、少し。生意気な雰囲気でね。生意気ですか。ええー、生意気ですね。<laughs> まあ、あの。両掛かり。ですがね。はい。やはり、こう、後ろの黒が強いものですからね。はい。 攻めるというよりはどっちかといえばやはり白の方が、えー、守りに近い雰囲気はありますね。あ、じゃあこのそうそうこ,こよりもこっちの方がそういう雰囲気があると。そうそう早く収まるという意味でね。はい。まあこんなもんですか。炭で。はい。そうそうでまあ、えー、こういう時につけるんですよね。あここね。ここでそうそうそう。ええー。ちょっとここと違いますがね。はい。これはあのー。 要するにこちら側に影響を与えるために、はい、ここに持たれるという感じですねだから気持ちはこっちじゃなくて、はい、こちら側なんですね、はい、そういう場合に持たれるんです、はい、つけるねええ、二、えー、つこちらもあちらも行きたいんですけれども、えー、両方は無理ですからねどちらかあ、それ硬いですね、えー、こういうふうに大人しい場合はどうしますかまあまあこう軽く飛ぶあこちらへ ぐらいですかね。だからあのー、攻めるという気持ちもありますが、はい。まあ攻められないという気持ちもまあ大事にされる方がいいですよね。はい。あんまり、えー、威張らんことですね<あ>、えー。威張ると危ないです。はい。えー、ここで白は二間タクがかりをしてしまいました。ああね。はい。ペックル。 そうそうこれねず、はいぶん気持ちがいいですね一つ a、えー、そうですここに打たれると命が危ないですからねこれはねはい普通はえこの石を攻めたい時はこっちじゃないだいたいは反対側なんですけどね、はい、少し石の反対のそう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 ですから、えー、こちら側に行ったということはここです将来ねはいえー 悪さをしようというときはこちらの動きになるんですね。狙いと反対のほうへじゃいくわけですね。こちら側ですか。はい。うん、そうですね。非常にあの手としてはね<っ>強いんです。はい。ただあの自分の方が弱いのに強い手をやるというのはね非常に危険がいっぱいでね。 え、自分の方が強いと、強いってはいいんですが。ちょっと裁きという雰囲気ではないですね。ここは裁く。え、これは裁きなんです。はい。え、裁きと攻めを間違えるとね。え、これ、ひどいですから。まあ、やはり、こう。持たれる。そうそう、周囲の石に持たれるという感じですね。はい。例えば。え。こっちこっち。そうそうそう。下に来れば上ですね。そうそうそう。 相手の石の力を使うんです。まあ当然こうきますね。でこういうふうにやると、そうです。非常にこの白がね<っ>楽なんです。はい、ただあの自分の方がね、はい、弱いという自覚がないとどうしようもないですけどね。ええ<っ>。でこれをですね。じゃあこちらから離れそうそう上に来るとまあこれちょっとはねこちら行きますかね。反対側ですね。そう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 。はい。 でまあ例えば切る、<っ>まあつなぐ、はい、でここへ来られると一応取られますがね、えー、でこうなってまあ切りですか、はい、でまあ次ですね、はい、でまあ付けを打って、クロムつあります,すね、はい、で例えばまあこの辺に抱えて、はい、そ,ね、その位置も 逃げてくれると非常にありがたいですね。こうビューとこう行きましてね。はい。だから、ここに。この石に持たれて。この城をさばくというね。はい。あまりこちら側には持たれない方がいいですね。はい。これを攻めたい時は。はまあ、黒もそうですけどね。はい。黒もこれを攻めたい時はあっち側ですしね。はい、白もこれ。 に対して気持ちがあるときはその反対側そうそうこちら側に持たれる方がはい面白いですねはいわ、はい、かりましたえこちら側へ持たれて打てばよかったの白はこうねはいですね、はい、ちょっとね裁きという雰囲気ではないですからねはい、うん、で黒はこうです、ね、えー、強いですただ強いとは危ないんですよね はいえー、ここはもうね圧倒的に黒が強いですから<っ>慌てることはないですねこちらへ、そうそう落ち着いてね石をしっかりつながってということですかなかなかねこちらにつながるまでもまだちょっと時間かかりますしねじわじわとそうそう <laughs> じわじわがいいんですはいこちらへ打ってしまいました、えー、多少ねこれ黒もね危険があるんですよね 視線はこう荷物の頭を。そう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 。なかなか厳しいですね。えー、でこう。ああ難しい難しいですね。うん、まああの、はい、黒がね。<っ>うん悪くなるということは考えづらいですが、これ黒の方にもいろいろこう隙がありますのでね。はい、弱いところが生じてますからね。はい。

犠牲だですねあこちここに石が来るとまあこれがありますのでね、はい、まあこれなら白も何とかね、はい、まあまあ一応は、まあ、ひどい目には合わなかったというね、はい、ちょっとこちらが損してますけどね、はい、まあこの程度なら白はまあ文句は言えませんね。白はこ,こで 当ててうまい筋があったんですね。えー、まあうまあ、い,いかどうかわかりませんけどね。しょうがないという感じですね。もはい、うん。まああの元々勝てない戦争なんです。はい、えー。勝てない戦争ですからね。えー、えー。いかに早くやめるかですよね。これはまだここ戦いに行ってるという感じでしょうか。うこうですか。まずねこれ勝ち目がないんですよね。はい。うんまあ対局者はきっとね。 えー、ちょっと分かりにくいですがこれねあ<っ>主張じゃないですからねこれはきっとね、えーはい、対局者の錯覚かと思いますがね<っ>これ、はい、一番いいのはね死死<っ>死ぬぬぬんんんででですすす、はいえー、ただ自分の方が弱いと思ってないとなかなか死ねないですけどね、うん、例えばまあここってついでね、はい こうやってね、えー。まあ、今度は主張ですから、こんなもんですね。はい、で、こちら側から跳ねてね。<え>そうそう。もう分かりやすく死んでしまうとかね。はい、ええー。もう、まあ、こんなもんですから、こんなもんでね。えー、こう使。はい、えー。で、まあ、あってて。でついて、ついてね。はい。で、まあ、飛びぐらいですね。 でまあこの辺飛んでましてね。はい。うんあ、うん、そうそう,そうこれは。ええだけれども、えー。そうそう。まあ取られたのか捨てたのかね。あはい、まあこちらがだいたいこれでまとまりそうなんで。<っ>一応隅く飛び込んでますからね。はい<っ>。でまあ一応、えー、黒の強いところに入ってってっこの程度の分かれであれば。ええ<っ>。一応ね。はい<っ>。まあまあ白としては。 まあ満足しないとしょうがないかなとね。はい、まあしょうがないかなという感じですね。はいえー、要するに贅沢言えないんですよね。うん、先生この後のポイントとしてはどこだったんでしょうか。えー、まあいろいろありますがね。はい、例えば後世時代におきましてはあの、えー、値打ちのある場所はですね、はい、時代とともに変化するということですね。えーはい 例えばこの辺のそうそうそうその辺の打ち方ね,ですねはいであとはですね<っ>こう戦いに入った場合にですねはい、えー、狙いのある石に対して直接襲いかかるというのは大体よくないですねはい必ずその、えー、近辺の石にですねえ<っ>こう絡んでえ<っ>狙いの石にこう焦点を当てるとかねはい。 要するに絡むということをぜひね、はい、覚えていただくと、はいえー、戦いも非常にうまくいくと思いますがねわ、はい、かりました相手の石数が多いところでは戦いを避けることも大事この片次ぎが冷静で大きな両掛かりに回ることができます 相手の厚みの中では、無理をするな。右下隅、白の打ち方を考えてみてください。これもアマチュア五段同士の実戦譜になります。あそうですか。はい。 二連勝に黒はかかりました。ははは。そうですね、えー。最近の布石ですか。こういうものはね。はい。白、うん、ここ<ー>かかりました。あのー、はい。ここが強いということであまりやりませんがね。あ白がですか。そう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 。ま,まあまあこういう。 辛いかかる。そう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 。ちょっとね。はい、えー。戦いを避ける形ですか。こうとか。はい。ここでやるとかね。一見に厳しくかかるのではなく、そう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 ,そうということですね。えー、まあ激しく攻められないようにというね。はい。で実際は一見にかかってしまったので苦労<ー>はこう。ええー、と当然ね。はい。当然そうきますね。 うん、あ珍しい感じがしますけど、この白の手はうん、ね、どうでしょうか。あんまりいい感じではないんですけどね。あのあ<ー>黒の多い場所でこういうふうに石が離れてね。うん、はい、えー。非常に危険がいっぱいですね。うん、少し危ない。はい。は危ない。あとはなんかこう,う。そうそう一軒であるとかまあ二軒であるとかね。はい。うん。 やはりあの基本的にこう黒の多い場所ですからね。はい、えー。戦いにならないという、はい、のがまあ基本になりますかね。はい。この後黒はこう<あ>けるんでしょうか。うね、なるほどね。むしろ難しいですけどね。うんこの辺かな。ここへこう,うですか。そうそうそう変な格好ですけどね。 こう、えー、なんかこう、えー、行きたくなるんですけどいや <laughs>、えー、厳しいですね、うん、でこれ受けるとダメですからねこういう時は反発が<あ>そう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 、うんじゃどんどん出てしまあもうしょうがないですねえー <laughs> えー、そうそう飛行の勢いですか、うん、そう,そうまああの 全体としてね、はい、白はとにかく、えー、ひどい目にさえ合わなければいいというね。ああ、なるほど。ここであの白がね、えーえー、何かを求めるというのはそもそも間違ってますからね。はい。うん。じゃ軽い感じでという。そうそう軽くね,ね。はい。そう,そうそうそう。で実践ここへ行きました。ああ<ー>。いくそうですね。 当然ですね。はい、白の石が裂けましたね。えー、で実践こう飛んだんですけれども先生ここでこう、うん、例えば引きはね一番、はい、自然なんですがね。はい。うんまあまあこういうふうにきましてね。え<っ>。えー まあ勢い切りたくなるんですがね。はい、うん。そうそう。ややこしいですけどね出て。そうですね。出 <こう S 2> られると怖い。こんな形ですか。はい、まあ当てを決めますかね。はい、こうですね。でこうですか。うん。まあ次いますね。はい。うん。抑えられちゃいけないから下がり。

はい、なるほど。でまあそうですですからここへこる手がないんで結局黒は取るぐらいなんですね。ねこうですか。ここを決めてまでぐらいですか。はい。うん。こ押さえてこうですね。いっていりますね。はい。でこれでまあ羽ぐらいしてて白は取られて んです取られたんですが、これが白外が熱くなりましてね。うん、はい。まあさばき、白がうまくさばいたという感じですね。ステージ大作戦ですね。そう,そう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 。<laughs> はい。じゃあ先生次はこう押さえるとどうなりますか？押さえはね、はいえー、大変厳しいですね。まずこうダメを詰めているというのは結構大きいですね。えー、はい。まあ まあこうでしょうね。うんで羽もう一つ羽、ね、そうそう羽がいいでしょうね。<っ>うん、まあ白はねいろいろあるんですがまあ部分的には切りぐらいですね。はいでまあ次の抱えのえ<っ>うんでまあ切りを決めてこうですね。うん切りを決めてこうですか。 うん、当てる手もありますがまあオサえる方がきれ、はい、うん、綺麗かもしれませんね。うん、これはなんとなく黒。えー、まあこのぐらいにはなって当然なんですけどねもともとがまあ黒の強い場所ですからね。実はあ飛びですか。はい、はい 白がこう出てきたんですね大きいですね結構ね <laughs>、うん、一目取られてしまいましたけどいやいや、うん、でも大きいですよこう継ぎました、うん、変な手ですねまあ <laughs> まあ形が竹継ぎですね こうですか。そう,そう、はい、こうなっていることでここの石が強いですね。えー、なるほど、なんとなくこう連絡が、えー、つながってますからね。はい。これが強いか弱いかという問題は、えー、こちら側に対して非常にいろいろ影響がありますのでね。なるほど。まあこういう,ような形でね、はい、ぜひ皆様覚えられたら。はいで。実践はどうですか。<あ>はい。 で、過去へかかりましたあ。うん、面白いんじゃないですかね。あ<ー>うん、なかなかね。はい。うん。まあ。よくもいるのは、こう。ああ、ですか。すかはい。まあ、難しいですが。とりあえず、かけられると。こう、つながるという。こういう形でね。ではい、このラインが。つながる。のがね。はい。 大きいということなんですかね。そうですか。うん、はい。でこれは少し工夫をしたという感じでなかなか面白い,いですね。ですうんう実際こうはい。これは黒の権利みたいなもんですね。でここへ挟みました。ああ挟みましたね。はい。うん。 まあどっちがいいか難しいですね。あ、墨。うんうん難しいですよ。そうなると白はまあまあこんなもんですか。はい。まあこれもありますかね。そうそう白はねあのうん、黒の強いところですので、はい、あんまり。 その頑張ろうという気持ちはよくないんですよね。はい、頑張らない。ただこの白が攻められない形がいいんです、うん。ここでは収まるということですか。そう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 ,そうええというとまあまあまあここで打っててまあ、はい、まあこうですか。覗いてこうね,ねこういう風うになりますが。はい 白はこの石ではなくて向こうの石ですね、ええ、こちら側からの動きで、えー、ここのことを考えるという方が面白いですねここへ隅の石は大丈夫なんでしょうか、うん、そうそうえー、これはね活躍してはいけない石活躍するのはこちら側ですね、えー、もう生きてるんですかあ先生<う>このままもう完全な生です弱い石ができたら収まり形に持って行きます えー、ここで白ろ。実際剣飛びのああ飛びましたか。けどそれはねあの、はい、うんここはこれの強い場所ですから、はい、そこで何かことを起こすというのはまあ大体間違いなんですよね。えー、はい。硬石には近寄るなとかいうでしょ。はい。はい、ここは、えー、こうじゃなくて こっちがですね。墨こうもうね。はい。収まろうとするわけです、ね。いやもう攻められない形が一番です。はい。あまりここのことは、えー、意識しないのが一番いいんですね。うん、ここは本来白が頑張る場所ではないんです。かけるというのはこう戦い戦いということですね。戦いじゃなくて要するにこれが大きくなりそうなんで、はい、邪魔をしたというそういうね。 はい、うん。少し問題の手だと思いますがね。はい、うん。うん。そうですね。<ん>切られても、まず。<っ>えー、この白が助かることはありませんね。うん、はい、まあ。伸びですか。うん。これぐらいですか。はい <laughs>。あっさりと。 こんなもんでしょうね。当てて、はい、まあこれ通貨抜くかどっちですか。まあ抜けとか言いますね。はい。うん。でここへ回られてですね。あ<っ>。でまあなか開きですか。うん。まあここのここにこう四つね。この四つとこの、はい、取られた交換がね。<っ>いいかどうかですね。まあ難しいところですね。ただ。 要するにここのことを考えて何かをやるというのは少し問題があるんですけどねはい、うん、えー、実践黒はここで切らずにあはいですかはいこれ、はい、はねなかなかこの、うん、奥ゆかしいですね奥ゆかしいと言いますとあの要はここでは設けないという意味なんですねはいえー、ここで設けずにはい こちら側で儲けようというね、はいえー。これは素晴らしいんじゃないですか。えー。え<っ>あ、そうですね、うんうん。これね、打っても打っても、こう弱いですからね。うん、はい。うん、もう一つう、白ら。あ。まあまあ、こういうことなんですね。 かけ継ぎましたあまあなんとかねなんとかまあ大丈夫なんですけどもただしその白は石のいってる部分がですね、はい、非常にこう、えー、将来性のある方に行ってないんですねあそうですか、うんうん、なんとなくこの辺の黒の模様を消したという感じはあるんですけれどもそうそうそ,うその目、ね 消すというのがね、なんくその相手の邪魔するというねあんまりねあんまり気にしない方がいいですよ。そんななに広くいですからね。将来性のある方向将来性はまあ広い場所ですけどねただまだね生きてない感じがあるんですよ。この辺打たれますとね。あの、目がねまだ一つしかないですからね。 ここでこあ、周りですか。それは効かないですね。あ、はい、ね。<laughs> まこんなもんですか。つけない方がいいかもしれません。あ、そう,うそうそうそう。この方がね。はい、うん、いいかもしれませんね。うん。つけてしまう。つけてしまったですか。はい。黒はい。ですね、うん。うん。うこれまあ、こう下がるぐらいじゃないですか。 うん、突き当たられるのが少し突き当たりはねまあまあ、うん、まあまあこういうふうに我慢してて、はい、一応ねこことここに目ができましたから、はい、もうあとはねえ<っ>要するにこの白のことは心配せずに、はいえー、こちら側は自由にやれますからね。そうですねとにかく一番早めにその考えることがまず収まることが一番なんです。はいえ 生きてしまえば、あとは。そうそう、もう生きてしまえば。そうですね。強いもんですね、はい。はい。で、ここで白がこう突き当たってしまったので。危ない。危ない、危ない、危ない。危ないですね。こう来られると困るんじゃないですか。こう,ですかうん。ポン。抜いてしまう。えうですか。うん、はい。まあ。 次、すがない。まあ、次と見ましてね、うん。はい。で、次でこう突っ込みまして、はい、えー、まあ残ったこの黒とこの白の関係なんですが、はい、あまり白がね、まだ威張れないんですよね。えー、まだやはりこうこ、はい、全体の力関係がですね、はい、白の方がまだ少し弱い感じですね。はい。例えば、はい 挟んで攻めて攻めてきましてもね、まあ、この辺が急所ですね。うん。ここすかこ？はい。頑張ります。まあまあここかな。こ割り込みありますからね。あ。割り込みの歌は危ないですか？はい、まあ次ぐらいですね。はい。まあ例えばまあ羽の身ぐらいさ、そうそう。まあこんなことでもね。<こ>えー。 結構白は目がないんですよね。あ,あまだはっきりとはそうですね。そうそうそう,そう目がな、ねはい。ですからあんまり威張ってる感じがないんですよね。ああなるほど。うん、はい。まあ要は黒の強いところでの戦いということで、え<っ>白はあんまりねどちらかといえば公正、はいえー、よりもこう守る気持ちの方を。 が大事なんですがね。はい、わかりました。うん、えー、ここで実戦はこう引いてしまったということで。まあ、あの。チャンスですけどね。はい。うん。で、白は大ゲイマ。ン大ゲイマ。えー。ここはね、すごいポイントの場所なんですね。ポイントですか。そうそう。うん。えー、どのぐらい大きいかね。 想像がつかないですね、うん、お互いの目がそうそう双方の根拠ねはいそうここはね、うん、まあなんというか勝敗勝敗を決める場所みたいなとこですねはい来、うん、<っ>ない割打ちしました割打ちですかはい。やはり黒も え、これはまあ、ここあかこいい、うつんでしょうね。うん。これはね、はい、えー、字は増えるし、目はなくなるしね。はい。えー、大変なところだったんですね。ねそ,そうそうそう。ここね。はい。悪打ちしてしまい、ね。悪打のかなうん。あ、そうですか。で、つけました。はい。うん。 ああ、難しいですね。はい。これが大ゲーマーですからね。他に手がある。いやいや、他にというよりは。こちらからということですね。はい。まあ、穏やか。まあ、ついで、まあ、次ぐらい。こちらをつく。うん。うん。なもね。え、のですか。はい。まあ、あの。この形ですからね。一応。 白に不満はないんじゃないですか。え、実戦ここで白は切って。ああこう一目か,かえました。ええー。抱えね。はい。うん、ちょっとどうですか。頑張ってないですね。ということは頑張る手がここ。こ,こうですか。そう,そう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 。はい これはちょっと難しくなりそうなんです。まあまあううん、難しいんです。でもしょうがないでしょう、はい。こうですか。えー、そうそう、はい、伸びてね。<っ>ここへ伸びて、はい、うん羽ですか。うんはいですね。えー、突き当たり。はい突き当たり。切りですね。えこれはうんそう,うまあまああの視聴関係なんです。よ 逃げてね。ここへあって逃げて。ここへ追っかけてね。でここへ逃げた時にですね。まあこうかけてちょっとここへ当たるんですね。あ、主張この主張は白がいいのですね。そうそうそう。白がいいんです。はい。ですからまあこう頑張る方がね良かったですね。頑張らないとまあしょうがないんでしょうね。え。うん。 いや実戦に行きましてこう一目抱えました。ああうん、で黒も一目ーいやー辛いですねそれ取られるのはね。うん、ああこういうものはねあの、はいうん、基本的には取るもんですね。一目抜いてしまうんですね,ね。そうそうそう、はい、まあ。 こうなんか,かけられるのが少しかけられても別にこの黒はすでにこう当たりを打って抜きですねこうぐずんでましてこうなっててこの状態で完全な目なんですね。ですから目のある石が囲まれてもうんなんだ苦痛じゃないですね。でまあここで切るとかここへまあアがいいですかね。ここへ <あ>ってまして、はい、そ,そちらへ先着するす、ね。そうそうそう。これが弱いでしょ。えー、これが弱いのと、はい、ここにこう切りを見られてるというね、はいうん。白が苦しそうに見えますね。うんえー、実線ここは次にまして、まあ、ないとは言いませんけどね。はい もう一つ利かそうとというこですがこっちの白は強いですからね利かすならこちら側でそう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 弱い方からねだから発想は常に弱い方から出すという方がいいんです強い方から出すのは簡単ですけどね。はで黒はまあまあこれもあるというまあ普通なんですね。いいですかは 続いて、テーですか。うんはい、まあ、この辺へ出られて。うん、これが可哀想という感じですね。この後は先生。この後はですね、まずあの前半戦でね。ここが黒が熱くなりまして。はい、結局。 その厚みに対する意識がですね、広がこの辺をたくさん打ちましたね。厚みを消そうという感じがね、まあ少し、うん、厚いところは厚いんですから、そこを消そうとするのは間違いですね。だからここに関して言えば、えー、収まるだけで十分ですねで。この黒の厚みに対しては。 白はこちら方面から石が進む。ね、はい。何もここで活躍することはないですね。ここで活躍すると。結局マイナスが向こうの方に来ますので、ねあ。なるほど。はい。だからここは。白は頑張ってはいけないという場所なんですね。はい、相手の勢力圏では。まず収まるのが大事。 早く収まれば、新たな大場に先行することもできるのです。相手の言いなりになるな。右辺から中央一帯で激しく競り合っている局面です。黒の次の一手考えてみてください。 この後は先生の実践ですあ、そうですかはい先生が黒番ですああ、うん、少し珍しいですかはいえー、あまり見ませんけどねよく見かけるのはこうなんですけれどもそうそうそう三線三線、うん、ねはいつ、えー、け引いて 後に一見というのは多いですがね。はい。うん、で実戦跳ね出しました。ははまあ、これが白の作戦みたいですね。はい。ここでね。はい。ええー。 まず切りましてね。逃げて、まあ、取りまして。はい。まあ抑えますか。黒は抜くんで,ですね。はい。まあこういうふうにやりましてね。え<っ>うまあ黒をここへ封じ込めて、はい、まあここの戦いに持ち込もうというね。え。これは。これでまああの。どちらがいいというわけではないんですけども、まあ一応。

これ,がまあ、これはまああどうなんでしょう。いやこれまああのどちらがどうということはないですね。はい。ええー、まあまあこういうのは一番よく見る形ですね。はい。で実践は何も決めずにここへ飛、えーね、んだんですね。<の>はい。ちょっとね。 意味がいろいろあるんですが、まあ、ここにこだわらずですね。<っ>うんまあ、どちらかといえばこう,、えー、こういう雰囲気ですね<あ>まあ何かを求めたという感じではないんですけども一番ねえ<っ>少し、えー、ここの味をですねえ<っ>え決めないで打ってみようというね。じゃあ次白はこう、こにこついだのはその味を えそうですねまあこちらが硬くなったんで少し弱みのある方へというねああそうですねまああの普通はまあつけには羽ネをとか言いましてねそうですねはい、これはあこんなことですかえ 二、まあ、つありますが硬いですからこちらがで,、ね、ですね。うん、はい。まあ伸びと飛びと二つありまして、はい。ただ飛ぶ方が軽いかもしれませんね。あ、ここをこう、えー。そうです。で押さえて、これも押さえてしまうんですか。押さえですね。はい。抜きですか。でまあ抜きを決めて、こうは。 ないですからぐしかないですね。はい、で、こういうふうには動かないですね。こうじゃないですか？そうそう、えー、あまりこう戦う場所ではないですね。はい。じゃあこう。えー、そうそうそう、はい、捨てちゃうんですね。ど、はいうん、うですか？そうですか？まあ伸びぐらいですね。はい。こんなもんですから、えー。大変気前のいい打ち方ですけどね。はい、うん。まあこんなふうに。 なるんでしょうね。中央をこう。そうですししで、えー。はっきりはしませんがね。はい。私まあこちらの方にまあまあこの程度のいいことはね。えーえー、あるかと思いますが。はいえ。白は実際ここへ打ったんですが、はい、先ほどのこの図を嫌ってこう打ったということなんでしょうか。多少ね。はい。そういうこともありますがあの。 ここに打っといて、まああとですね、まあ閉まるような形になればですね。白ですか。そうそう、あの個別に攻めるんではなくて、こう全体をね、まとめて攻めようというね。はい。まあそういう大きな意味がありますね。はい。ね。あ、こちらへかかったんですか。そうですね。はい。まあ白も部分的には普通なんです。はい。 ただまあもちろんうん棚板ありますねここへそうですね、えー、でこう来て、えー、こちらがですかはい、えー、これはね、うん、まあ相手の後をついていきたくないというねあじゃあもうここへかかってここへ打つというのは気合いそうそうそ,う,そう,ういう感じでしょうか気合いですねはいでとあかけですか白の じゃあこれは気合という感じでしょうか。うんえー、で実践はこうあまあ普通なんですけどね。伸びですかで。飛びですか。はいうん、まあこういうのはあのいろいろ意味がありましてね。はい、結局ここの城のですねこの始末をここの動きで 白はまあ決めようとしてるところがありましてね。はい。じゃあここの動きによって、こっちの打ち方を決めようい。そう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 、え、ね、そういうことですね。はい。うん、白は押しですか。えー。安先生は。こちらへはねられたわけですね。跳ねたいですね。はい。うん、気合。ということかい。えー、もう気合ですよ、<laughs> はい、これはね。あ,あ、しかし。当然きますね。ここで白を切るところが。 いろいろありますがいやいやもう一番切りたいところを切るのがねここですかそうそうそう、えーはい、これは当ててもうまくいかないんで<あ>伸びですねこうこ,こ,こうこうで当てて次ですねでここないといけませんね、はい、でこれが危ないからここですねあこすスミてえー でこうですか、うん、ね。当てやいですかあ。当てまで決めてしまうんですね。そうです。はい、まあ欠け継ぐ場合が多いんですけどね。はい。うんこの白はダメが詰まって。そうそう、ダメ詰まりですからね。はい、この切りをね、少し狙われることがあるんですが、ただまあ欠、はい、け継ぐというのはまあ。 ここを大事にしておったですからね。実践はこうじゃなくて、え、こっち側ね。ここへ。そうそうそう。はい。これはやはりこの目黒にね。圧力をかけて、まあここはね。はい。え、少し薄いですが、まあまあ多少の犠牲はね、え、しょうがないという感じでね。こちらを少し注視するという。ここを一生懸命戦おうというね。はい。 そんな感じなんですはいまあ攻められないようにね、はいえー、先に逃げたという感じで、うん、<え>そうそうこれもね、はい、この白は攻防を兼ねてますね、うん、この攻めとここの守りですねはい、うん、そうここまあね 途中で彫ってありましたから、えー、少し黒が得な手をやりました。地を稼いだという感じですね。稼ぎましたね。そして中央どんどん白が攻めてますね。そうそう、真ん中がね、はい、え稼ぐと弱い石ができるんですね。はい、えここもね、うん、多少まあ攻める具合も狙ってるんですが、えー、どんどん攻められてますね。はい。 ここはまあ急所ですね。うん、伸びはこちらがとね、どっちが良かったのか。そして白は。そうそう、これ離れると戻るね。はい。なかなか、えー、あこれ出てないとね。うん、そしてまだ追いかけてますね。なかなかね。 こう、一回戻るとこういうふうに今度は少しね、はい、石が伸びるというか、はい、ええここはまあ、えー、みんな取られるとねかないませんので、はいえー、これもまあ一つの急所ですね、はい、うーんここへ来ると目が多いんですね。これはもう抵抗できませんから軽くさばくというまあ捨てるという感じですね。はい もうそうですね広い場所があんまり残ってませんよね。うん、で今までこうちょっといじめられたんで、はいえー、今から少しいじめ返そうかというね。あで、うん、先生はどこへ？えっとねここへ。ここからですか？そうですね。えまあ結構ここが広が少し堅くなかったもんですからね、はいえー。ちょっとその不備をついて。少し。 傷が,傷がこうですかね、えー。あちこち傷がありますからね。はい、下がって、まあ、こうですね。こういうふうになって、えー、この全体の白をね、はいうん、少し脅かすという感じですね。はっきりした目がないんですね、えー。はっきりした目はないんです。はいうん、ただまあ打てば打てばというところはありますがね。ですか、うん。少しもったいない感じもあります。 はい、いよいよ。これね。かかりですか。そうですね。はい。ここでテーマ図にもなってるんですね。どう、どうしますかね。えっと、下がって、こちらの。字よね字。はい、火星ですね。いやいや、なかなか、どうでしょうか。なかなかの手ですね。ですが。はい。 これ例えば、うん、このぐらいにしましょうかこれね結構確定時でね大きいんですよ大きいんですよ、はいうん、でこれは少し弱みあっても先手で目を取るということは難しいんで、はい、なかなかねこの感じでまとまってしまうと大変なんです少し黒が足りなくなってしまう、えー、そう はっきりしないんですね。うん、えここで先生はどこへ？声ね。あ、ここからか、ね。そうそうこれはね、はいえー、いろんな意味がありましてね、えー。直接ここを攻めてもうまくいかない。はい、で、守ると守られて語が落ち着く。はい、で、これとしてはね。 いいいいろろそうう波乱の目をでですすねねまだななくくしたんここから誘ってですねまあ主な狙いはこちら側なんですがねまあこういうふうにくればこう伸びてましてこうやってくればさらに伸びてましてねだん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 こっち寄ってきましてねここに狙いをというねそういう意味なんですが。 まあなかなかね、えー、白もそういうふうには来ませんよ、ね、<laughs> えー、では白はここへ行かずに。えー、つけましてね。そうそうそう、はい、まあ、さばきですね。あまあ、当然抑えます。ね。はい。ふは強い手ですねうん。これも当然当てる一手ですね。当てる、ね。当てる一手。はい こうですね。まあ都分けにもいきませんからこうですね。抜、はい、きの当て,あてこれはつがない。大変ですね。でこう。でまあここでですね、はいえー。いきなりこれを取られると大変なんですがね。ただいきなり逃げるとですね。例えばセーフン逃げるとまあこういうふうにやられまして。 うん、これつながると大変なんですね。はい、うん。ですから、えー、ここでですねえ<っ>、えー、まあ前から一番打ちたかった場所ですね。うん。そうそうそう。いくらかあの攻撃と同時にですね、まあちょっと城の受け方を見るというね。はい、えー。今戦いがですね、ここの戦いか ここの戦いか少しねどちらか少しこう難しいどちらかわからないという段階に少し入っているんですね。はい、ですから急所に打っても白を全滅させるのは無理そうですがとにかくその後の進行をじっくりご覧いただきましょう。両者 手順を尽くして必死の攻防です。途中、ここの白三子を取り込んだのが、黒の第一の戦果です。ここはいつでも聞くところです。 黒石も切られましたが更に上辺を大幅に侵略できます。 白の二子を取って黒の勝利が確定しました相手の模様に焼きもちを焼くな中央の黒模様が大きくなりそうな局面です白はどこから手をつけていったらいいでしょう は私の白番ですねはい3-3はあんまり打たないんですが白持った時に時々やるんですよねあはい低い中の黒ですかで白かかりましたそうですねはい真、まあ 両方あるんですけどね。こことここはまあ見合いの雰囲気がありますね。はいうん、ここに石が来て、こう行くという感じ。そうですね。こう閉まられるとね、はいはい、なかなか。 そうもうこの模様は消えませんね。はい、うんまあ。こういう。ね、ここに打たせるというのも一曲なんですがね。をすええー、やっぱり大きいです。これね。はい。まあ、これごく、うん。多いですね。まあ、つけないですか。はい、まあ、こうですね。はい。うん 狭いですが、これが重要ですね。根拠は。そうそうそう、これでね。ういうではい。えー、まだ収まってはいないんですが。まあ、大事な手ですね。はい、うん。まあ、一応小康状態。ですね。うん。まあ、桂馬に。 する形が多いようですね。まあこちら側のこれが一応強いということでね。はい、うん、テーマが多いです。で次この辺何かかかりたいんです。そうですねですまあいろいろあります。まあこう肩を作ってね。はい、えー。場合によってはこちら側からかかる手とかね。怖いですか。もうないことはないですね。はい、まあでも。 うん大体は広い方からかかるというね。ということはこちらの方で,でまあまあこちらがですねそうですね、はい、まあまあでまあこう付けをね黒のとしては付けを、はい、まあこうですねで引いて下がりですね、はい、まあこれだけのことをして開けばここ開、ね、まあまあ 一応打ち込みはねはいツ、えーまあ、けでね、えー、付けてまして、えー、黒がひどい目に遭うことはありませんのでね。はい、うん、うまあこれを打たない場合はここをですねはい、えー、一路控えるなし、えー、でまあこういうふうに控えるね。 まあどちらかがまあ手堅い打ち方ですね。はい。えー、実戦単に開きましてね。単にここまで開いたんですか。そうそううん、で、これはここが決まってない、決めてないもんですからね。はい。えー、まあ大体は入りたくありますよね。で、すぐにこう。ええー、そうです。ええー、まあ、で。 戦争はコロはできませんからね。うん、まあ伸びて<っ>ですね。でまあ軽ですか、えーで。飛びですね。まあ突き当たりもあるんですが、これだと多少こうキリをね、はい、狙われる,われるということがありますんでね。はい<あ><あ>、ね。で,、まあ、でここ,へ行こですか。白はここ儲、えー、け,けましたがね。まあ儲けるというよりはまあいくらか。 基本的にはまあ目を取ってるという雰囲気が少しあるんですけどもただ全体的にはまあ黒の方が何となくこう石が高くてねえ力関係では黒の方が強そうなんです。ですからこういう碁ではえ白としては積極的には戦いにくいですね。こういうい 大きなところを打ってます、ね。ここはやはり三三が一番大きいです。三三。ええー、そうですね。こことここと二箇所ありますね。ええ。じゃあ、まずこちらの三三を。そうですね。はい、まあ、跳ねて、まあ、当然こっちがですね。こちらから押さえた定石に。そうです、えー。よくありますね。このいう形。次ですか。はい。うん。え、次は。えー。 ここがですね、えー、白にえぐられますと。今度は黒としてはね、多少、この辺りが。ちょっと気になるんですよね。次、白。からのこう。ええー、その辺りですね。はい。そうそう、少し気になるんです。はい。それで、まあ、黒は。少し。ここを攻めながら、これの強化ですね。えー、えー。一見と。あ、ここから。 そうですね。他にはまあこういうのもあります。はい、どっちがいいか難しいですね。こうやってもおそらく白は飛ぶんでしょうね。えー、これもまあ一曲ですね。ただここに石が来るとちょっとここの心配がね、はい、え少しあります。で実践はこちらからこう。まあこちらも広いですからね。はい。えー、これまあ。 しょうがないですか。え、こういうところはあんまり白はね。えー、逆らわないのが一番です。えーはい、だいたいはじっとしてるんですね。うん、ここそう、これ急所なんですよ。こうやって覗きね。そうそうそう。はい、これがなかなかね、いい攻めなんです。ただし、うん、つなぎますとね。はい。えー、これはまあ。 どうでしょうかまあ例えばこう桂馬ぐらいやられましてもね、うん、この部分だけのではちょっとこう目のスペースがね少し不安なんですよね、はいはい、ですからこの継ぐ前にえここへあ覗いた瞬間にここへツけるんですかで今だと少し跳ね出しにくい。 今こうきますとこう切って。で、こう取って、切りですね。先ほど除いたばかりの石が。そう、先ほどここに折った石が今度はここに来るんですね。はい。これ完全な一眼。はい。で、ここも完全な一眼ですね。これで収まりなんです。はい。ですから、こう。除いた瞬間につけるというのが、まあ一つの。タイミング。はい。 ですね。はい。うん、先ほどのはね出しだと。こう覗きの石が。覗きが枯れますからね。ねはい。かわいそうですよ。はい。えー、まずこうは浮きにくいですね。じゃ、あこちらから。しかないでしょうか。ね引いてね、はい。まあ、切られると大変。はい、じゃ、あ次ですか。で、つないでね。それからこうつなぐんですね。で、この形はもう。 完璧なんですね。絶対の目ですから、もう城としてはもうここのことはあとは考えなくていいんですね。はい。ですか？ここ。そうそう。ここは盛り上がってきましたね。これもね、それはないと大変ですね。え、大変。え三三ぐらいにやられると命が危ないですね。危ないです。はい。 で白はここへ、一つ手を入れた。と絶対の一手ですね。はい。で、ここですかで、えー。どんどん中央が。膨れました、ね。はい。膨れてきました。んうん、で、テーマ図にもなってるんですね。ここで。<ー>はい。まあ、あのー、まずね。その、形成の問題もあるんですけども。はい。えー。 私ちょっとこのがこ,このねこのこの模様がですね、はい、どの程度かというまあ見切りといいますかね、ええ、そういう問題もあるんですけどもね、はいえー、どんな感じですかこの辺にあそってちょっと黒の模様模様ねはい、えー、それはねまあ白にとってはあこうですか黒にとってはねはいここへそう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 ここでねはい。 えー、白に暴れてもらうのは黒にとって非常にありがたいんですね。あえー、まあ死ぬことはないと思いますが、えええー、楽じゃないんですよね。でどんどんやられまして、はい、この上辺がですね、えー、どちらの時かは分からんような感じになってくるんですよ。ですからただここだけでその考えるのもねなかなか難しいもんがありましてね。 まあ、この広さをね、どの程度に、まあ、えー、見極めるかとかね。はい、うん。まあ、その辺が一つのポイントかと思いますが。が、まあ、大事な局面ということですね。そうですね。はい、こことの、まあ、釣り合いですね。はい。うん。えー、で、先生、実践は。実践は、こすみましてね。こ、はい、すみですか、これで。そう,そう、なかなかね、はいえー、落ち着いてるんですよ。こう。うん 苦が例えば囲ってきても、え囲いはね、囲いは囲い合いでどうですか？これでも出るんで、そうですね。これだとこのぐらいでどうですか？あ<っ>、つけぐらいでね。は,はい。それこの状態で字になってしまうと非常に効率がいいんですね。<っ>これ大きそうに見えますが、はい、周辺いろいろ空いてましてね。はい。まあ抑えて、抑えると膨れなんぞやりましてね。はい。 えー、継ぐとすぐにこう跳ねつぎましてね。はい、どんどん,ん、ねえー。もうどんどん、どんどん。これ見た目よりはね、はい、だいぶ小さいんです。えー、この字はね。はい、うん。まだこの辺も少し弱いところがありましてね。はい。ですから囲い合いはね、少し黒の方が辛いんですね。えー、はい。うん、えー、ここでこう囲っ 持てるのじゃ黒は足りないということであれば、ね、はい。まあ足を、えー、誘ってるんですね。あ打ち込み強いという感じですか。で、少しここを強くしてね、はい、まあ足掛かりにしようというね。えー、まあ白は当然あのー、ここは全部ね、えー、地になるとは思ってないんです。はい、えーえー。当然来ましたね。あ打ち込みですか。えー、そう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 、はい、もうね。 まあ入られてもどうしようもないんです。ただ白はまあ、えー、自動を持ってませんからね。はい、入られてもショックではないんです。じゃあ別にここで生きられてもいいという確保してますからね。はい。えー、じゃあこうですか。そうですね。付けは巻いてですね。うん、たそ,、ねうん、そうそうそう。はまあ。 切り上げ時ですね。これ目がないですから、はい、切り取りですね。そうそうずいぶん荒らされたようなんですがね。はい。ただまあ切り取りを打っていることとここに石が並んだことで、あ、ここがね、はい、えー、相当消えてるんです。ですはい、えー。何もしなくてももう強くなったということで消えてるというね。はい、えー。ここですね。

とかででもこう付けられるとすごく気持ち悪いでしょ。はい、心配なんですけれども。これ下がりましてね。はい。で伸び次ですね。はい。でまあ転としてそうそうそうそれが一番いい手なんですがね。さえてでここまでになりますね。うん。これはこれがねなかなか目にならないそうそうこれはね一番強い手なんです。はい。こう打ってですね。 例えば白がこういうふうにやりますと抑えられて、えー、切るとですねそうそう、こうになるんですね。はい。うん。これこうはね大変なんですよ。こう負けますと、えー、こう全体の白の命が危ないんですよね。そうですね。目が目がないんですよ。はい。ですからこうになっては大変なんですね。ですから、えー、ここの手をですね。はい。 えー、ここへあここへですか。そうそうこれが必殺の一着ですね。うん、これで黒そうそうもうこれはまあ出るしかないですね。うん、えー、でここへ打ってはいで抑えてはい切ってねこうに粘ってもですねここへこう打ってまして、えー、あなるほど黒から打つ手が、ね、えー、どっちもねはいそうですから必殺の一着ですよ。 はいじゃこれで心配はない、ええということですねです、ええ、そうですねはい。うん、黒実践押しました楽につながらせては面白くないのでね守りを兼ねた、はいええ、なんかこの辺切れそうですからねこれしっかり、はいえー、いい手ですねそれ しょうがないですか。つ、うん、ぐと硬いですけどね。えええー、ちょっと付け当たりが効いてこの黒がね、はい、丈夫になるもんですから、はいうん。ただね、そうそう霧が入りますと、えー、ここの字がね、えええー、荒れるんですよね。もう、はいまあ、しょうがないですね。はい そうそうそれ切る方が面白いここで切るんですかそうですね<え>切りまあこんなもんでしょうねはいでこういうものは当たりを打たないのがいいんですよねこう,こ,う単にこ,こでしょうそ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 う、はいえー、でまあこうですかでまあまあ、えー、真ん中は桂馬とかねここそう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 、はい、うん。でここはうまく白は つながる手がないんですよね、はいえー、例えばこういうふうにきますとこう突き当たりでねこう出られましてね,ね、はい、ここへは白入れませんから。はい、実戦黒はここへつけとなりました。うん 黒はここへ繋いだところですね。あ、そうですか。はい。そうですね。いいところはありますが、もううんあんまり目ぼしいところがないんですね。はい。膨、うんえー、れましたですか。スカ<え>。あ、この黒がね、まだ少し<え>こういう羽出しの味でね。 えー、少し薄いというかそうそう,少し,しう少しね、はい、味の悪いところがあるんですよね<っ>まあそういう狙いも考えての服でですねあ<っ>まあここに石が来るともうこの墨がね確定もう絶対大丈夫なんです、はい、でああそうですねやはり多少ね、はい、この辺りの薄みをね、えー、補ったという感じ でね、でこの白も狙って白はねまあここもありますここ,、ね、ここもありますね、はい、いろいろありましてねえ<っ>、えー、そんなに攻められる石ではないんです、はいえー、でまあこう膨れたあとで一見トビですね、うんはい、あんまり進まない方がいいですね、うん、であそうそうこれねそうそうここへ、えー、白がね、はい えこうやって渡るのも大きな手なんですがね。うん、まあ白もいいとこ打ってますからね。まあ、しょうがないですね。渡り<る>を、うん、止めるという。そうそうそう。はい、いやまあ渡り止めとですね、多少ね、狙われているところもあるんです。はい、まあまあこれ一つはね、えー、形崩しですね、うん。まあつけまして。 伸びですか。そうここの白の補強ですね。まあこの辺りがね、はい。だいたい、まあえー、この辺で目がありますね。はい、でこうきましたか。こうですね。そうそう。これダメ詰める方がいいんですね。多少ここの切る味、はい、あうう味がね。はい。押しまして羽ですね。 白は手を、えー。そうですね。ここにないと切れないんです。ここに来たから白もこうですね。はい。それでまあ、ええー。どちらもね。完全に収まって、もう死ぬ意志もありませんね。はい、まあ。どちらかといえば、ここがね。<laughs> だいぶこ。ここに来て。えー、もう。大きくはね、<え>まあ、もともとそんなに。 大きくはなかったんですけどもはいまあこういう形がね出来上がってみればえー、まあまあね一応まあ白がここを削ったのと黒がここを削ったので<え>まあおあいこという感じですねはい、うん、もうこれでねもうあまり打つとこもありませんしねあとは、えー、細かい寄せなんですまあ あまり、その、世の中、ね、激しい戦いもない語でしたがね。はい。うん、この語のポイントとしては、このコスミ。コスミですね。<が>コスミと。ええ、コスミということ。とですね。はい、この。可変の、この。黒の模様に対する、まあ、認識と言いますかね。<え>まあ、この広さに対する、その。まあ、見切りですね。はい。うん。 ほっといていもう、まあえー、この程度にしかならないとかね、はい、まあその辺りを、えー、少しね、はい、冷静に見る大きいからといっていきなり消しに行くんではね。<laughs> いや、気持ちはやかない <laughs> うん少し危ないところがありますよね。はい。